で、行動権がなぜ大きくなったかっていうと、警視庁がどういう武術を習ったらいいかっていうので、日本中からいろんな流派を集めて、そこで一番強いところを習おうと。四天王がいたんですよ、行動館には。その西郷って人ね、姿三四郎、モデルになる人。で、その他に前田光代って人がいたんですよ。この行動館のこの四天王がむっちゃくちゃ強くて、あらゆる武術に全部勝っちゃうんですよ。それで警視庁が行動館を認めるっていうんで、